はい、四方の横王子ですね、ルピナスを見に来ました。この道から入ってくるか、まあね、この道から来るか駐車場はまあこの後ろにあの公園がちょっとありますからね、みんなここに止めろってですね、公園内ね。それでは行ってみましょうね。いちごになってるね、この日の畑きれいに。はい、ちょうど今が先頃やからお客さん多いですね、ギャラリー多いですちょっとね、去年とか一昨年やってなかったんでしょ、これだから余計に欲求不満の溜まってるからね、みんな早いことこれやってほしいみたいなね。ちょっと下泥だらけですから注意してください、これちょっと敷地面積はまあそんなめちゃくちゃ広いというあれでもないからね、見てもらってくださいね。よいしょ、どこが綺麗かと言われてもやね、こう座ったら、でも座ったらな、奥の方が見えへんしな、やっぱり立った方がいいんかな、向こうの山並みと一緒にね、ま、四方の名所、四方コスモスも綺麗けどね、ルピナスもね、こう回ってみて、下泥だらけやからね、私靴が泥だらけになっとくけど、まあ皆さんのために頑張りましょう。こういう感じね。カメラマンはあそこは集中しとるね。というのはあそこは下がまだぬかるんでないからね。この辺になるとぬかるんできます。へへへ。こんなとこに1本や2本だけちょっとなんか。ルピナス飛んどるね、仲間外れなっと、よいしょよいしょよいしょね、なかなかここまで侵入してきはる人は少ない。まあこんな感じですね。下こういうふうにぬかるんでますからね、注意してくださいね、これね。あんまりね、向こうから撮影してる人に悪いからね、俺がうろつろ歩き回ったらなんかね、まあいいじゃないですかねまあちょっとの間ですから、ちょっとお邪魔しましょう。拡大写真も撮っといた方がいいかな、どれか。どれがいい？拡大写真ね。ここだがいいんかな。わからないね。芸術的センスがない俺としては、こういうところの方が賑わってていい気がするね。はい。よいしょ。ここまんの嫌やな。ちょっと恥ずかしいな、みんなの撮影されてるから俺。よいしょ、まあね、ねえ、そっか、ぐじゅぐじゅでしたわうん。
来ないなと思うからね。水がぐちぐちであの人歩いていたけど、まあいいじゃないですかね。はい、それではまたね、お会いしましょう。近くにポピーみたいなのが咲いてるからね、ちょっと落としておきましょうね、せっかくだからね、ね。こんなん勝手に咲いたんちゃうやろな、やっぱり植えはったやろな、誰か。ルピナスの種もあんなとこに飛んどるわ。面白いね。きれいきれいね。せっかくここまで来たら、このポピーみたいなやつもね、お楽しみくださいね。はい、ではよろしくお願いします。